レアリエンの暴走とは考えたものだな。その第一人者が仕掛けたトロイの動くはシナリオとしてはいい線を言っている。派手さはないが、ミズラヒをスケープゴートにすると言い出したのはウィニコットだ。あの時で大した作詞ぶりだよ。調整済みのレアリエンを運んだ輸送部隊が連邦に襲撃されたのは聞いているか。なに、レアリエンを数体失っただけだ。計画の進行に支障はない。連邦の動きが気にはなるわな。豪華作戦の詳細は全て把握済みだ。ここの要人の撤退までの時間稼ぎはできている。助かる。で、どうだ、 Y 資料解析できたのか。いや、断片らしきファイルは見つけたが、奴はガンとして口を割らんしな。ウィニコットに探りを入れさせているが、どうかな。ゾハルの稼働が叶えばいい。後のことはそれからだ。段取りは？ゾハルの回収に合わせて貴様たちも拾ってやる。期待しないで待っているよ。いざとなればネペリムの歌声ごと宇宙へ上がることもできるからな。